お疲れちゃんです。ラッタです。今日ですね、こちら遅延ゴーレムやっていきたいと思います。さあ、というわけでゴレ今日やっていくんですけど、まあ遅延ゴーレムですね、アイスイズが入ってる、まあ結構防衛重視のゴーレム、これね、日本人とか結構よく使ってる方もいて、まあ人気なデッキの一つだと思うんですけども、なんと今ね、こちら世界4位。まあ、バッチはすごいですよ。本当に。マルチもグローバル大会も全部1位。で、世界大会も2位だったね。はい。ガチ最強のモハメドライトもね、使ってます。ということで。で、ライトは、なんかね、この、アイスイズかな？アイスイズの枠を墓石でも使ってたんですよ。いや、対空少なくねとはなるんですけども。まあ、なんで、アイスイズでも墓石でも、まあ、最悪、ダクネをね、墓石とか、そういうのに変えてもいいんじゃないかなとは。思うんですけども、まあ、今日はね、この、スケキン遅延ゴレでやっていきたいと思います。さあ、というわけで、スケキンは、まあ、持ってなかったら、今までだと、ずっとダクプリでよく使われてましたよね。そう、ダクプリで使われてて、まあ、一時ミニペとかも あったかもしれないですけど、まあ、基本的にはダクプリかなと思います。まあ、ダクプリとスケキン役割一緒みたいなのがあるんですけど、おい、こら、ちょっと待っていい。これ、えぐいですね。いじめかよっていう、ガチで、カードサイクルが、つらみ。いやー、これさすがライト打ちたいんですけど、もう打った瞬間逆サイブッパー。いやー、一旦のステイ。いや、ガチで、えぐい。これに関しては、本当に泣いていいっすよね、多分。いやー、で、いや、これどうしようかな。まあ、ダクネから入るか。今回3死なんですけど、所定リポンに、ライトニング打てない事件は、ガチで、なえるっすよね。さすがに、これでエリアとめっちゃ取られてるんで、まあ、結構不利にはなるんですけど、まあ、このグレは結構防衛重視なので、まあ、守って耐えていきたいですよね。まあ、アイズ、スケキンが、この辺あれば、なんとか耐えれるかなと思うので、まじ、序盤は多分リードされますね。そうなんですけど、後半にそれを巻き返したいね。あー、ベビドラ優秀、はい。さあ、で、これは、アイズで踏んでいくかな。よいしょ。なんか、アイビズ召喚時ダメが、なんか、あんま注目されてなかったのかな？どうなんだろうな？注目されてないことはなかったのかな？なんか、召喚時の、スケルトンとか処理できるダメが意外と強くて、そう。なんか、コウモリとかもやっぱ処理できるから、ディガーコウモリとかされた時にめっちゃ便利なんですよね。今までだったらきつかったのが、意外と戦えるようになってて、地味にアイビズの、採用率も最近高いですね。あっち食いでもいいんじゃないかっていうのが意外とあるんですけど、まあ、アイウィズはね、アイウィズで、やっぱり3コスだし良さがですね。いや、痛いなー今の一発。さあ、で、スケキンもね、鉄壁なんでね、さあ、守っていきます。まあ、墓石があったらあったでもいいのかなとは思うんですけど、まあ、ぶっちゃけなかったらなかったでもいいのかなっていう。よいしょ。さあ、まあ、ゴレダクネ組んで、エリバが来たらアイウィズで、ああ、逆サイブッパ来そうですけどね、これ。どうなんだろう。すごい来そうな香りはしてる。あんま来ない。あんま来ないのは美味しいですね。ああ、これもライト打っちゃえばいいんじゃない？いや、めっちゃいい飛来心。まあ、トルネですって、このゴーレムの爆破で、ある程度巻き込んであげて、よいしょ。まあ、一旦のステイ。これはもう残り物のダークネビビとかに頑張ってもらって、一旦防衛のコストをね、私は貯めます。で、このゴーストは、許容します。許容して、もうゴレダクネ形組んで、逆サイは、もうアイビズとスケキンあれば多分守れるので、で、こっからは、もうライトニングこれ撃ったとて、僕多分突破できないので、ライトニング撃たずに、よいしょ、この範囲攻撃とかでね、しばいていきたい。いや、このヒースピがうまいな、相手。いや、待って、やばい。マジやばい。で、まあ、ここで、よいしょ。一番いらないライトニングした。え、ガチでやばい、このライトニング。本当に下手。よろしくが来てる。いや、マジでやばい。ガチでやった。でも僕、耐えるっすからね、これ。ガチで。本当に今のライトニングは、やんないでください、皆さん。うん。まあ、誰がどう見ても、やったらダメなランキング1位でしたよね。うん。よいしょ。でも耐えて、耐えたい。よし。いやー、耐えたら勝ちですからね。本当に、何だったんだっていう今の。あ、これでも相手、なんか、トルネライトニングだら終わるっすよね、多分。
取るね、ライトニング。オーケー、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 オーケー。はい、やんないでください、あんなライトニング。ダメなプレイですね。今のは本当にダメなプレイです。負け筋ですね。あれさえしなければ負けないですから。ライトニング打たずに、もう一回後ろからユニット展開でダクネからゴレ組んどけば負けません。はい。まあそんなわけで、基本ゴレダクネ組んで、あとは、守りかな。もうアイウィズもベビーも、スケキンのね、使い方がこれがまたちょっとね、難しい部分もなんかあるんですけど、なんかゴレダクネが通んない相手に対して、なんか逆サイのスケキン単体出しだとか、まあ、スケキンダクネで攻めたりだとか、まあ、なんかスケキンあることによって、やっぱ攻め方がね、増えますよね。で、今回相手はジャイスケラか。で、スケラの受けがちょっとだるいと。で、ジャイもちょっとめんどくさいと。さあ、いや、これはマジでね、ゴレフタしたくなるんですけどね。スケキン蓋で耐えます。さあこれもう早めにガゴも処理してあげて、よいしょ、トルネでね、マスク手前引っこ抜きの、あーいいやな、雨、あーいいダクネ。さあ今回ジャイスケラー、マジスケラーの受けが意外とね、やっぱゴレってきついですけども、まあベビドラの範囲と、まあ、あとアイスイズですね、こいつの召喚時ダメで、なんか気合で頑張っていきたい感はありますね。さあ、タルでまあ適当に待ちの。で、待ちですね。これゴール出した瞬間に逆サイブップされて普通に負けるので。よいしょ。基本的に防衛防衛から。これさすがに入んないやろ、範囲。オッケー。いや、まあ痛いんすけど。これベビドラ結構頑張れます。ちなみに。なんなら頑張ってもらいます。はい。で、これ、ケツゴレでもいいんですけど、さすがにこれ行きたいでしょ。ベビドラだけでこんだけ守れますからね。ライトライン切りますか、引っこ抜くぞっていう構え見せとけば、さあ、これでね、勝てます。いや、うまい。うまいが、スケキンのこれスキル使いとくじゃない？あえて、やなめ。まあ、打ちたいんでしょうけど、オッケーオッケーオッケー。さあ、一本打ってく。この一本はでかいな。で、僕はぶっちゃけ、まあ、ゴレ今展開してもよかったんですけど、多分守れるんですよ。結構。結構守れるから、なんなら守ります。で、スケラ来てから後ろ下げてあげて、プリンセスターがこれね、そう守ってくれるんでね、スケラを。で、あとは、アイウィズの範囲が重なった時ぐらいに、もう一回アイウィズで踏めば、あれあれなんか微妙だな。さあ、でも、いや、鉄壁。まあ、これがね、このゴレのいいところですね。防衛力がそこそこに高いので。さあ、これはジャイが来ない。で、逆サイジャイスケラかな。なんで、またベビーだけ警戒して、もう一回トレンドで下げてあげればね。多分、スケラ打たないと相手で突破できないので。で、下げてあげたら、プリンセスターがスケルトンラッシュをターゲット取ってくれるので、さあ守りやすくなるよねっていうので、まあ、トルネードで一回ジャイとか、まあ、ジャイじゃなくても相手の盾を一回下げるとプリンセスタワーがねスケラー防衛に向いてくれるので、まあ、それが結構大事かなと思います。まあ、なんか基本的になんか相当いい場面が来なければ自分からゴレ展開をせずに、まあ、ダクネから入ってゴレはいいと思うんですよ。相手のマスケとかに対してのなんかね、ダクネ合わせちゃって、ゴレそのまま被せるぐらいとかならいいと思うんですけど、基本的に自分からとりあえずゴレポーンは、あんまやるメリットがないと思いますね。そう。攻撃力がめちゃくちゃ高いわけでもないですし、今回の相手は、あ、でも、ラバホリかな。いやー、全然違う。いや、ディガーボスキャッチャクイってなんだろうね。ディガーの墓石でラバーだと思いきや、あ、着衣。いや、ちょっとわかんないですね。マジで。サステイです。で、まあ、スケギンのスキルはダクネのコウモリ用みたいなとこありますね。え、マジなんだ。でも、コリアン、まあ、韓国人はスケラ使いが多いっていう、昔からのなんかあるんですよね。そうそうそう。いや、でも、墓石ディガー着衣でしょ？ディガー削り？ディガー削りのテスラとかじゃなくて墓石バージョンって感じかな。これ許容してもよかったね。一発入るし。ディガロケか？
あ、ディガロケのテスラを墓石にしてますね、これもしかして。さあこれちょっとね、やばい、うわ待って全然違った。さあこれはお次のアーチャクイのスキル、いやーよー、さあまさかの全然違うスケラです、ディガースケラです。え、やっぱスケラが好きなんでしょうね。ディガーに入れると相当ですよ。でさあこれは一回スケキンから入ってちょっと守りのね意識だけしてね。さあまああとはまあゴールダークで一旦組めばいいと思うんですよ。これ別に逆サイド攻められても、まあ、同サイドの方が良かったかもしんないけどな、どうだろう。ベビタルとかアイビスタルあれば結構守れるの でこれ早めにこのダークプリ処理していきたいですね、スケラ警戒。意外とあの墓石が嫌だったりしますよね。あ、でもディガーで削られるのも嫌だね。さあスケキンのスキルが、これは使い得じゃないか。よいしょ、で攻めたるぐらいしとくか。そしたらなんかいい感じにさあ、フリーズ持ち、いやーゴールもうちょっと殴ってほしいな。これでもどうなんだろうな、もう折れそうですね。いや、なんだ折れましたね。オーケー。さあそうだけど序盤ちょっとねヒヤヒヤしましたけども、まあ、本当に守りが硬いので、マジアイスイズのスケキンベビーか、そう、まあ、そこにね、まあ、墓石入れてもいいですし入れなくてもいいですしっていうので、マジ防衛デッキだと思うんでね、守り重視でぜひちょっと使ってみてください。まあ、なんかクラロワって8枚のデッキでこう戦いますけど、別に8枚全部使わなくてもよくて、ほんと5枚で回るんで、相手に刺されそうなね5枚だけ出して戦っとけば、なんか基本的に有利になるんですよ。有利になるというか、まあ戦いやすくなる。そうだからなんか無理になんか出さなくてもいいっすよね。だからゴレとかもなんかゴレ相手今回ペッカーいて、なんかさミニペッカーいて、インフェルノタワーあってなんかゴレ刺さんねえじゃんみたいな、相手が引きたならゴレ出さなくていいんですよ、まあ、単純な話ね。で相手が呪文ないならもうじゃあ一生守って俺がライトニング削りで勝っちゃうよみたいなこともまああるのはあるので、さあディガー工場はねわかんないですね、特殊デッキですね。さあこれディガーまで来ると回ってないか、これスケキンのスキルはさすがに使い得な気がするんだけどさ、これもしかしてキング起動するかな、いやー怖いんだよね。え、枯渇三死やん。え、待って待って待って、枯渇三死やね、これ。伝説の三重死デッキ来たよ、子さん。ガチ子さんだ。オイラが愛用してたやつだ。枯渇三重死。さあ、エリポンがだから、あるはずなんですよ。そう。で、アイゴレ工場ギャング、ガゴムレ、三重死、ディガー、ザップ。ガゴムレ、ディガー、ザップをぶっ刺すデッキなんですよ。マジで。さあ、守っちゃおう。なんか、まあ、守っとけば、多分勝てるんじゃねっていう、論。さすがにソクライト。で、間ガゴムレしかもうないんですよ。まあ、ディガー、ガゴムレ。三死で受けてくんのかな、まあ、なんで受けてくんだろう。顎か。ちょっとゴレ展開するとやっぱ怖いので基本的にユニットからこう入りたいですね。いやこれはでも許容できるんで、もうゴレだけで組んであげて、いやなんなら突進、いや入るなさすがに、いやうまいそのザップ、待ってそのザップでさ俺のダクに行かれるのはちょっと辛い。で相手これさすがに固め出しっすね。なんでさすがに固められると俺のライトニングも無能とかしちゃうんで、まあ、ライト無理に打たずにね、トルネプラスのまあなんかユニット系でダメージ重ねて、もう一回次のまあなんか範囲攻撃でね、こう逆サイコチョババガゴムレを今ちょっと警戒してたんですよね。じゃあもう一回守ってきますね。これもう一回ベビドラトルネタルして、まあ、じゃあ範囲でしばくの大事ですね。こういうのライトニング打ちたくなるんですけど、打っても
無理なんですよ。ガチで突破できないので、こんな感じで範囲でね、すると、まあ、ある程度、ゴレのね、このしょぼめのダメージも入って、マスケもね、まあ、カウンターには来ないよねっていう、平石にされるかな。いや、そうっすよね。どこまで平石にされるのか、ちょっと。ガゴムレ？さすが間に合わないか。オーケー。あー、危ない。5月差しはもう、レア中のレアですからね。環境はもう常に多分苦しい中で頑張ってますね。そのやつ。はい、というわけで今日は遅延ゴレやったんですけども、まあ、施設あった方が使いやすいのはあると思うので、まあ、ダクね、アイスイーズとか施設にしても全然いいかなと思います。スケキンもね、なんなら防石でもいいかなと思います。まあ、でも結構安定して戦える万能デッキだと思いますので、まあ、皆さんもぜひ使ってみてください。チャンネル登録、高評価もお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。